次回のガオは前西でやって今度東でなんですけど、その次ちょっとね面白いこと考えてます。結構なんかコンテンツでかくなってチャンネル登録者数が倍、あまりにも新規ファンが増えすぎて、じゃあ次今までと同じことやったらちょっともうないよってなっちゃうのかなって、あった本当正直迷ってます。だからこれすごいターニングポイントだと思うんですよ。じゃあもしちょっとよろしければ皆さんのご意見をねコメント欄にお寄せいただきたいなって思うんです。どうもこんにちは、マックス鈴木です。次回のガオは前西でやって今度東でなんですけど、その次ちょっとね面白いこと考えてます。でこれ内容言っちゃうと、今考えてるのは前3対3じゃないですか。もともとガオって早食いでブワーっていて、その後に3人で1、1、1ってやって、で実はその前に、ま、伝説の幻の回があるんですよ。まあこれは後でおいおい話しますけど、で今回のバズったガオがあって、で、今度は東の陣やりますね、33のその次これ考えてるんですよ。5 on 5で制限時間10分いこうか10分なんだよ10分で10分の先鋒中堅時報副将大将っていうのを考えてるんですけれども、出てくれる人をね今ちょっと今オファーかけてるんですけども、ちょっとこれはお楽しみにしていただきたい。ヒントヒントヒント、最後 P 入れるんだよ。 P 入れる、ウーバーワールドみたいな、これ来た最大のヒント、オーバーオールみたいな、ちょっとまあはい、そんな感じでね進めてますので、西の陣からの東の陣からの次のやつもぜひ期待していてください。はい、夏頃、夏から秋ぐらいにかけて公開予定なので、東の方はねよろしくお願いします。年内にもう一本出せればいいな、日本からだから都合、そんな感じで。でここからが本題なんですけれど、今サムライのね企画会議をこうしておりまして、今までサムライイーティングっていうチャンネルが、まあ今画面のこっちにいるんです小川さんと僕で始めた、小川さんのバーでねラーメンを作り始めた時から、まあいろいろ時を経て、まあ、収益化できない時期が、暗黒期があり、収益化できてでやっと収益化できて、で今度ガオがタイミングが持ってますねガオがなんか急にバズってちょっと挙動ってんですよ、正直我々で。そのガオ、あガオじゃねえ、サムライティングってそのまあここをはじめだったけど、まあいろいろ状況が変わってね、ちゃんと制作会社でまあいろいろあったで、まあやってる演者とか兼ねて若干スタッフさんが増えたり、それこそまあ吉高さんがねがっつり入ったりとかいろいろあって今があるんですけれど、まああの時とは状況違うと、今ちょっと一つ岐路に立たされてるんですよ正直。で何の岐路かっていうと、今ガオが思いのほかバスって結構なんかコンテンツでかくなってチャンネル登録者数が倍倍になっちゃった、倍インしちゃったんですよ、バイーンっつって。で俺らも正直ちょっとどうしていいか分かんなくなっちゃったんですよ。なんでどうしていいか分かんなかったかっていうと、その今までやってきたことってサノッチとスイカ早くしてみたりみたいな、ああいうノリが全てだったんですよ我々は。でまあ美味しいものは紹介しつつ、まあちょっと和の文化を絡めてっていう感じだったんですけれど、このあまりにも新規ファンが増えすぎて、じゃあ次今までと同じことやったらちょっともうないよってなっちゃうのかなっていう、あって、別にその無理にやる必要はないんだけど、でも我々としてはその新しいファンがやっぱりすごい大事なんですけども、ちゃんと見てくる新しく見てくださってるファン、ガオを通じて増えてくったファンもすごい大事ではあるんですよ正直。やっぱりそのチャンネルを大きくしていくと、それこそガオの規模も上がっていくし、サムライティングのチャンネルでやりたいことの幅も広がるし、より伝えたいことも伝えられるようになるんですよ正直。でちょっと悩んでるのが、今まで通りの動画を上げて皆様がわってならないかっていうのとか、やっぱ正直あるんですよ。だから本当正直迷ってます。だからこれすごいターニングポイントだと思うんですよ。でぶっちゃけ次のガオを出すのもすげえ勝負だと思うし、この侍がすごい大きくなるチャンスではあるんで、まさかねバーでやってさ、照明もろくにないようなさ、札幌一番30人前爆食いするところからさ、ここまで来ると思ってないじゃん。5位でしょ、思ってないんですよ、思ってないんですよ未だに。だからどうしていいか分かんないんですよ。ただどっちも大事にしたいって正直あるから、ちょもしちょっとよろしければ皆さんのご意見をねコメント欄にお寄せいただきたいなって思うんです。
新規でガオを通じてチャンネル登録してくださったファンの方に関しては、あ、そういう感じだったのって思ってくれると思うし、いや他のも見てみたいよっていうご意見とか、いやもうそれだけでいいって、私ガオが求めてないんでみたいな、いやもう元々のファンの方はいやもう続けてくれっていろいろあると思うんで、ぜひね率直な意見をマジで聞かせていただきたい。もう自由でいいです。それこそ全然関係ない、いやもうガオーにこの人とこの人出してとかでもいいです。ちょっと率直な意見を聞きたいんですわ。うん、それによってこのサムライイーティングの方向性はかなり変わってくる可能性があります。はい、正直我々もまあ言っちゃうと、小川優馬はマックさんが楽しいって思うものをやっぱ一番やってほしいって言ってくれてるんですよ。でももうこういう感じで動き出しちゃってるんで、じゃあ俺鹿児島行って甲冑着てわーわー叫んでるってわけにもいかないですよ正直、っていうのは正直あるんで、ちょっとこの悩みをねちょっと皆さんと共有して答えをね聞かせていただいて、どう思ってるよ、好きにすればいいよ、こういう風にしてほしいよっていう素直な意見を皆様と共有することにより、こう皆様と距離の近いチャンネルに今後なっていくんじゃないかなっていう期待も込めて、今サムライが抱えている問題点というのを今回この動画でね皆様にお伝えさせていただいたんですけれども、はい、ぜひぜひコメントよろしくお願いします。はい、では改めて小川さんからもねちょっと思ってることあると思うので、はい、やっぱりこことここあってのやっぱサムライなので、小川さんに、はい、ここからは言ってもらいましょう、ご意見をお願いします。なんかあります、逆に。え、なんかあります？僕から話すこと。ちょっと今大きい媒体からちょっとガオをこう YouTube 以外のところで公開しませんかってお話をいただいてまして。めっちゃかっこいいな。これ男なのにこいつかっけえって思うの。やりづれえな。うぜえこいつ。イケメンうぜえ。今までは鈴木さんと一緒に楽しいことをやろうっていうことでやってきた中で、まあこう今回いろんな方のご協力を得てやったガオが急上昇に乗ることができて、今180万再生ぐらいですかね。皆さんに見ていただいて、でやっぱ僕らとしては今やってるコンテンツがもう大事なんですけど、これ何のためにやるかって言ったら、やっぱ今日の目の当たらないフードファイターの方だったりとか YouTuber の方たちをこのガオーに招いて戦っていただいて、みんなの認知を上げたりとか、そういったことをしっかりやっていきたいなと思ってるので、まあその中で大悟さんの言葉を借りるんですかね、やりたいこととやらなくちゃいけないことの落としどころ、ここがやっぱすごく難しいタイミングポイントに今来ているところで、もちろん軽井沢に行って車が泥沼にはまって出れなくなったりとか、そういうなんか本当 YouTuber っぽいことばっかりやってきたんですけど、まあ両方やりたいなって思っている中で、昔から支えてくれていただいたこの3年間のファンの方の気持ちを裏切らないように、今までの動画とでさらに発展していく側というものを、バランス取ってやっていきたいなと考えておりますので、今後とも一つよろしくお願いいたします。はい、ちょっとね意見をね聞かせてもらったんですけども、まあこんな感じで各々みんないろいろ思うところがあるチャンネルなんですよ、このチャンネルって。まあどのチャンネルもそうだと思うんですけれども、私本当には分岐点にいていただいた画王の最近のねコメントでも、やっぱり僕がやっぱ正直一番ネックになってるのは、人によってやっぱ見るの自由なんだけど、そのなんか僕の中でのテーマ、やっぱ食べ方の綺麗汚いに対するコメント、やっぱそこがやっぱ確信なんですよ。なんかスポーツとして見てもらいたいっていうのがあって、でもやっぱ汚いって言われるってことは、そう見せれてない自分たちがいるわけで、そこをいつか覆していきたいなと。自分のチャンネルでこういうこと言うのも変ですけど、自分っていうかまあね一緒にやってるチャンネルで変ですけれども、まあそんな風に思ってます。ちょっとなので、まあ改めて皆様のご意見をちょっとお聞かせ、素直なご意見をお聞かせ願えればなと思います。今後サムライはこうどういう風に言ったら嬉しいなみたいな感じで言ってもらえると嬉しいですね。はい、そんな感じで、ちょっと急遽ね、ほんとちょっと屋上行こうよって今通ってもらってるんですけれども、そんな感じでした。失礼します。あと6万人ありがとうございます。